一緒に20分間腹筋頑張りましょう。
れたね。でも一気に半分終わりましたよ。お疲れ様です。次はですね、今30秒間の休憩を取りまして、この後は3分間の筋トレ腹筋でございます。ダンスじゃなくてね、筋トレなので息は上がらないんですけども、たくさん汗をかくので一緒に頑張っていきましょう。今終わっちゃダメですよ。一緒に頑張りましょう。じゃあ立って。お疲れ様です。一緒に腹筋頑張りましょう。まずは自転車を漕ぐように足を動かしましょう。目線はおへそを見るようにして上半身を少し浮かせましょう。スピードは速くなくても大丈夫。足はなるべく伸ばすようにしましょう。下腹と脇腹を鍛えるのに効果的です。さあ頑張って。次はお尻を浮かせる動きです。頑張りましょう。勢いに頼りすぎずお尻を引き上げましょう。手で床をグッと押すようにするとお腹に力が入りやすいです。天井にグッと足を押し上げましょう。次は足をクロスさせながら上下に動かしていきます。腰が反りやすいので注意しましょう。背中が反ってしまいそうな人はお尻の下に手を置くようにしましょう。内ももや下腹に効果的です。頑張って。次は足を伸ばしたまま上下に動かします。この時もお尻の下に手を入れて背中が反らないように注意しましょう。首を少し持ち上げておへそを見るようにすると下腹部に効きやすいです。腰を持ち上げる動きです。頑張りましょう。おへそを天井に突き上げるようにします。お尻をキュッと締めるイメージで行いましょう。お腹を持ち上げるときに膝が外側に開かないように内ももにも力を入れると足汗にも効果的です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。暑い、やばい、めっちゃ暑いですね。お疲れ様でした。かなりきついですね。でも今のパートが一番きついと思いますので、お疲れ様でした。次はですね、3分間の二の腕と腹筋を混ぜたようなダンスになります。立ってやるのでまた少し有酸素の要素が入ってくるので一緒に頑張りましょう。じゃあ水分とってね。立って立って。 You get everybody staring for days。お疲れ様です。一緒にストレス発散しましょう。But I'm trying to get to know you much better. Don't matter how much time it will take. But there's something you're trying to hide. There's something you're keeping inside. But I'm trying to get to know you much better.
ちゃだよ。もう本当にお疲れ様でした。本当に20分でめちゃめちゃ汗かきてましたね。お疲れ様でした。この後はお腹を伸ばすこういったストレッチなどをしてしっかりお腹のケアをしてあげてくださいね。じゃあ今日の動画も一緒にやってくれてありがとうございました。またこの動画でお会いしましょう。またねー。